最終回ですよ。今日ね、この放送も最終回ですよ、今日で。これシーズン2はあるでしょ。シーズン2あるでしょ。いや、ないあの AKB のレモンステレビ的な感じなんですよ。そういう感じで期待させないで。ないですか。本当の最終回です。本当の最終回ですか。ガチガチの最終回。うわぁ、QR スイッチまだ言うのか。こんだけ見れやんだ、QR スイッチ見なかったね。いや、ちょっと間に合わなかったね。いや、間に合わなかったね。道がガタガタで、すいません、本当に。はい、ということで今日もね、札幌市南区住川六条三丁目1-30スープカレー&ダイニング、こちら北野園庭さんにて公開生放送で放送します。ありがとうございます。レナちゃん、ワンマンお疲れ。お疲れ。レナちゃん、ありがとう。大好き。ちょっと出したの。お前、うるせえわ。黙ってもらっていい。レナちゃん、お疲れ。レナちゃん、お疲れ。お前もだよ、お前。意外にしろ。もうなんかね、もうかん、なんか感慨深いよ、すごい。何がすごい。本当に感慨深くない？最終回だよ、だって。いやいや、最終回っていうか、俺よく持ったなと思って。第3回で最終回迎えるんじゃないかなと思ってたの、俺は。結構3回目の大きいまさかのね、30回超えてですわ。30回超えたもん。30回超えてる。33回目ぐらい。え、そんなに。そんなにったっけ。そうありがたいですよ。だからね、いや、QR スイッチ最終回もいいよ、QR スイッチは。週刊ラブリングに専念しろよ、自分の番組に。もういいよ、週刊ラブリングなんかもう終わりでいいんだよ。やめて、ちゃんとちゃんとやって30分、最後の。どうせ爆破しかしねえだろ。爆破か燃やすか。もう33回のうち6回ぐらい爆破だぞ。いや、そんなしてない。爆破したっけ。ほぼ燃やすだろ。まあね。いやいや、でもね、もう最終、もうコメントも来てますわ。あ、鮭節、たけしから。たけし、最終回。鮭もありがとう、本当にね。ブロンズさんがシーズン2希望って話をして、ブロンズさんもいつものコメントくださって、ね、ありがとうございます。毎回欠かさず見てくださって、はい、ね、まあ今日17日ですか。はいはいはい。もうあと7日したらクリスマスです。いや、本当だわ。来週だね。ねえ、うん、まあね、今ね、パッと見る限り、クリスマス予定ありそうな人はいなさそうですけど。失礼だよ、お前。予定あるって人はクリスマス、ほら見ろ。一人パッとあげたぐらいだ。一人自慢げにあげた人がまさかのヘドロ軍団の山田さんって。まさかの芸人かい。24日何やってるんですか。あ、24日か。あ、25はちょっとあれ。デートですか。あ、ライブです。あー、ライブか。そうなんですね。なんかもっとあるのかと思ったんですか。私今年はちょっと何もないの。イブは。いや、今年はじゃなくて。え、去年あったの。いや、去年あったんだよ。あ、そうか、去年あった。別のラジオでね。そう、去年ね、デートしたんです。デートしたの、24日。24日、深夜に。そう。そんなに驚いてない。だから皆さん、これ驚いてますね。これラジオの企画でデートしたわけです。ね、朝まで。そして24日も朝までデートして、ラジオで振られるっていう。もうね、それ以来デートしてないんです。してないですね、残念ながら。皆さんもね、なんか24日予定ないっていうから、もう悲しい限りですけど、それでこの格好してるんですか、今日は。そう、今日はまあまあサンタのね、格好をしといた方がいいんじゃない的なので、気分的にね。そう、気分的なもんでしてますわ。なんで私に言ってくれないの、それ。何がですか。なんで私にさ、衣装合わせようとか言ってくれないの。いやー、QR スイッチ最終回だったの。いや、もうすっごいな、びっくり。いい加減しつこいな。今日何やったの、QR スイッチ。ちなみに。ちょっと待って、これ何。
いじめこれみんな誰も教えてくれない。何がありましたか。みんなこう言ってたけど、佐々木が桜井に佐々木が桜井に手紙を書く。あ、手紙だ。それはいいね。ちょっとやろう、それ。やろう。やっちゃおう。かけって言うから。かけ感動のフィナーレみたいな感じだったの。いや、あの前半でやっちゃって前半でやっちゃった。あ、ペースペース間違ったやつ。じゃあ分かった。じゃあ手紙でしょ、うん、じゃあ分かった。じゃあラブリンゴの企画、うん、はい今日たくさんの人がいるじゃん。うん、います。まあまあ本当にありがたい、うん、お客さんにカレーをごちそうになろう。いやもう今日最終回ですよ。ラブリンゴといえば、はい、ありえないことばっかりをやるっていうのをまずコンセプトにしてた、うん、まずありえないこと第1、はい、お客さんにたかる。これがねまずいや最低じゃん。最終回ありえない。最終回たかって終わるわ。たかって終わる。最終回きれいに終わってで、たかったたかって最後お世話になった北野園庭さんにね、カレーという形でカレーをお願いして貢献して終わろうと自分が食べたいだけでしょ。自分の金じゃないけどね。これは本当にやりますか。これは本当にやりますよ。本当にやりますか。ただ、はい、それが一番ビリだった人、うん、それもやっぱり我々の原点であります罰ゲームは待ってますんで。あ、なるほど。はい、一番じゃあおごってもらって、はい、金額的に少なかった人が罰ゲーム。罰ゲーム金額。ただ何をねごちそうになれるかわかんないですけど、もしかしたらごちそうしてくれる人はいないかもしれないですけど。そうか。あ、ただでもそんなことはないでしょうというのを期待してねえ企画がもう企画ですか。これはもう食べきってくるんです。え、食べきる。あ、食べきれなかったらそれも罰ゲームでしましょう。やばい。これちょっと待って。これさ、それはそれでモアカレーとか心霊物とか来たらやばい。飲み物とかは。飲み物でもいいってことでしょ。飲み物でも値段が OK はいいんでしょ。そう、OK です。だから2、30杯飲めばそうそうそう2、30杯飲めるかもしれない。簡単に言うけどさ飲み物2、30杯いけるんじゃない。いけないよ。え、でこれどうやって、どうやって降車するの。だからあの、まずもうここ、率直にもう聞きましょうよ。だからもうエマからっていいですよ、私に。え、どういうこと。あ、自分がメニュー言うんじゃなくて。違う違う、まず私にご馳走してくれる人はいますかっていうのをまず問いかけましょう。あ、じゃあ、私ラブリンゴエマに何かあのカルピスとかでもいいのでご馳走してくださる方手を挙げてください。やったー。やったー。何がいいですか。とりあえずじゃあ、カルピス。どうぞどうぞ。やったー。イエーイ。マジか。いいですか。ゾウさん、カルピスお願いします。そのお客様が、おー、ありがとうございます。うわー、やったー。マジか。300円。わー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 。もう次じゃあ木下行きますか。ロシタ、いない。じゃあ私木下に怒ってくれる方。はい、じゃあ。あ、え、すげえ。二人。すげえ。二人。二人。何行く。マジでこれ。マジか。マジか。でも別れの心霊掘り2杯。え、いや、ちょっと待って。わーや。え、来ましたか。行きましょう。これ食べれなかったら罰ゲーム。食べれなかったら罰ゲームですか。え、来ましたか。大丈夫だ。まず1回なら大丈夫だ。やばいやばい。今コメントでも豊広さんピンチってのも来てる。飲み物もいいの。飲み物。わー、どうしようかな。どうしよう。うのんちゃん。うのんちゃん。うのんちゃん。じゃあ焼酎で。本当にいいの。本当にいいの。どうして。心霊盛り。心霊盛りを2つ。あ、どうしました。
ちょっとさらに重いよ、ちょっと。はい、これで今いくら？いくらな？780円、2つでしょ。1460円の、あとなんだっけ、ウーロン茶、ウーロン茶、1860円。1860円に300円。じゃあ皆さん、お待たせいたしました。ごめんなさい、待って待って、豊弘にごちそうしてくれるという方、挙手でお願いいたします。はい、あメニュー頼んでいい？いいですよ。モアカレーのデスのあたりで、デスでゲスト飲みご飯を盛り、イエーイ、最終回だから、最終回だから見せて。モアカレーのデス、デス、デス、デスから激辛トッピング、激辛トッピングの心霊盛り、心霊盛りってない、すごい盛りになる、あ、心霊盛り、心霊盛り、な、心霊盛りいっちゃう、ちょっと残っちゃうの、多分お腹空いてる、お腹空いてるでしょ、爆発するとこ見たい、爆発するとこ、爆発するとこ見たい、そうそう、俺おもちゃじゃん。爆弾低気圧結構だしね、爆弾低気圧低気圧で回ってるんだな、ちょっと待って、飲み物は誰も奢ってない。すごいできたお客さんたちだ。いいわ、いいわ、よし、いや、もうこっからあとあれですよ、食べ、ちょっと待って、これもうある意味これ食べきれるかどうかっていうのも分かんないですよね。そうだろ、だから2人が食べきれなかったら私が罰ゲーム。違うよ、あの、どっちみち、うん、俺らが食べきれなかったら、まあ俺らはまた別で罰ゲーム受けますけど、うん、あなた自体は今現代で、現時点で300円ですよ、うん、あなたは罰ゲームですよ。もう全員、全員罰ゲーム、ほぼ全員罰ゲームもうゲームの意味わしゃわしゃな、意味がね、ゲーム。最高60分までいけますって言ってだからもう60分、制限時間60分の間に食べきることをまず俺と木下はやると。私は食べきれないことを祈るしかないってこと。そうそうそう、祈らなくても、祈らなくてもお前はもう飲まなきゃいけないと。罰ゲーム決まってんのか、やばいよ。だから多分もう食って5分ぐらいで木下はうんって言い出すと、言わないでしょ。まあ、すげえ。ジョさん、モアカレーの、辛さがですで、激辛トッピングの心霊盛りっていけますか。そうですね、はい、あのご飯食べないですよ。あ、すげえ。じゃあ、ルーだけでも、ルーだけでも似たよ。カレー飲み物じゃねえし。あのタク並盛り辛いだけ、ね、ピーマン、ピーマン、体控えめのピーマン、そしたらどうする、トッピングあれですか、ほら、生のハッキー、いや、そしたらとりあえず普通でいいですか、普通なら、普通なら、こっちの心霊盛りも2つ用意した、それで食べないです、あ、よかった、よかった。そしたら普通、辛いの普通と心霊1個ならいけるぐらい、心霊足りないっすよ、心霊足りないっすか、みんなが食べ過ぎたんだね。みんなせいのはんだね。そしたら、うん、どういきますか。どういきますか。そしたらもうさ、うん、デスデスでいかないじゃん。え、嘘、デス、もうですですですでいこうよ、うん、いや、なんで、誰が一番早く食えるかって、もうです、私のですは誰が払ってくるの、
自己負担ですよ。なんでだよ。なんでだよ。なんで私たちが自己負担だよ。口が完全に変わってる。いいんじゃない、いいじゃない、ないじゃないよ。じゃあ、デスの普通盛りをじゃあ3つ3つ、え、誰か私も、え、誰もカルキレると信じてます。もうお願いします。かっこいいし、エマの魅力は何ですか。すべてですよ。あ、ただもうちょっとこんなところでやめてください。ちょっと本当に1時間2000円で貸します。何でもできちゃう。そしたらですじゃあ、あのさん、お別れのですどういう広さ的に三つ盛り、三つお願いします。はい、はい、これはちょっと待って、水ちょうだい。いただきます。ありがとうございます。あ、そういやさ、カルピスってさ、いいか、なんか辛いのにいいって。あ、そう、乳製品がいいんですよ。そういや、鮭節のやつでやったな。鮭節のやつやったね。ハバネロ食っても平気だったもん。うわ、お前なんか卑怯だな。普通のお前ドーピングだぞ。ドーピングじゃないでしょ。ずりえさ、リエな、オリンピックじゃねえんだからさ。じゃあ来るまで鮭節からもハバネロ食えたぜ。しゃべえ鮭節もね。いや、まあまあ、カレー来るまでの間、まあまあね、まあ、ちょっと振り返りますか。うん、まあ、いろいろやりましたけど、印象的なのって何でしょう。今までの印象的なの。印象的、でも一番最初のネットテレビが確か、一番最初のネットテレビって何だったっけ。一番最初は、あれですよ。モータの、まあ、そうモータの、どうでもいいと思う。違う、本当に出たの。あ、一番最初に出たのパンチラケット TV ですよ。そっからだよね。そうそう、盛り合いで。あ、そうだ、パンチラケット出た時、私コットントンだった。ラブリンゴじゃなかった。ラブリンゴじゃない時です、うん、そっか。感慨深いね、本当に。いやそうですよ、もう感慨深いって言ってるの今のうちですけどね。いやー、俺ほんとなんか食った後どうなるんだろうっていう。今もうすっごい不安ですと。今ときめいてるんだ。いやでも、週刊ラブリンゴって言ったらもう、やっぱ原点は激辛ですから、やっぱり。まあそうですね。もう何度放送事故起こしたことが。確かにね。人の番組でさ。そう、ああそうですね、人の番組。まあそうですね。まあフランスからは止められて。フランスからはね、放送止められましたし。着々とカレーができてってるよね。なんかすごいトークのあれだね、キレがなくなってきてる。キレなくなるよね。キレなくなるさ。すげえ、ね、だってさ、ハバネロとかさ、うん、前回食ってさ、ヤバ、うん、いっていうのはもう分かってるわけよ。いや私本当にね、病院行ったんですよ次の日。本当にヤバくて病院行ったのよ。島唐辛子食べた次に目が炎症になっちゃって。おで、なんかその粘液に辛みって出るんですって。で、私コンタクトに移ったらしくて、次にコンタクト入れたらもうほんと激痛でわーってなって、そのまま眼科行ったんですよ。で、1週間ぐらいずっと眼鏡ですごいしちゃって。知ればよかったのに。イエイじゃないだろ。なんでイエイって入ってんの。いやでも、いや本当ね、辛いの。本当ね。いや、すごい。それほどね、ちょっとゆかりがありますから、ね。いや、それぐらいね。よかったわ。いやー、なんでよかったわって。どうかお前。いや、せっかくだからさ、なんかこうね、今ごちそうをパッとしてくれた方々に、何かしましょうよ。何か。そうだね。せっかくなんで。うん。何する。じゃあ、何しますか。何か考えまとまってからあげる、あげる、なんかあげる、あげる、あ、クリスマスだから。そう金。どうもないの。お金もらってお金あげるんだよ。それいいね。いいねじゃないでしょ。え、何あげる。じゃあ、なんか今持ってるやつ。私、カバン車に置いてきちゃった。持ってきていい。いいよ。
え、私物ってこと？私物、私物。私物、私物欲しい。いらないでしょ、別にお客さん。サインと私物だったらどっち欲しいですか？私物で。ちょっと車で持ってこうかな。ちょっとつなげて。じゃあ、持ってきな。いいか、私物、私物で。こいつ、食いかけのガムとか書いてます。カバンの中。やめてよ、ちょっと。5回ですけど、じゃあこのジャンバー、ジャンバー、え、このジャンバーをあげるの？いや、違う違うジャンバーの中にね、あ、なるほど、なんか私物、私物ブラックサンダーの袋なの。それね、さっき俺が入れたやつです。お前かい。私物、何もできてないしね。あ、ありましたわ、俺。ちょっと俺、いやこれ結構俺必需品、イヤホン、100均で売ってるやつじゃん、イヤホンこのイヤホン、これ100均のやつでしょ、え、100均のやつでしょこれ、これ 100均ですよ。100均ですね。はい、な、何ある、化粧ポ、化粧品とか、化粧、な、これあげるのも本当ないんだけど、あ、サピカいいんだよ、お前、ダメ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 、お金だよ、だからこれお金だよ、本名を書いてる、それ名刺、サピカ欲しい、小声でサピカ欲しいじゃない、いなりした何あげるの、何持ってきてやるか、ダメだ、分かった？イブじゃん。イブ、イブ、イブ上げてどうすんの？頭痛だったんですよ。生理痛の時飲むやつ。使える傷用テープってこと？いらないでしょ。いらないでしょ、こんなんで。いる？この傷用テープ。何もないの？本当に。いや、本当ないね。ペンとかね、ペン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 。やっぱお前、金出せ、金。だから、あの780円分おごってもらうから、うん、1000円出せば結果損してんじゃん。振り込みカード、あ、診察券、横山内科の診察券。いや、いらない。何が欲しいのかね。逆になんかこういうのだったらみたいな、なんか例えばアイドルの方からもらうのってよく何がある？ああ。一回ちょっと。来ちゃっす。色が全然違うんだけど。え？赤いんだけど。これは。はい、やばい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 。色がもう。え、これ食べれるの？これマジで。あ、なんか防衛本能なんだろうね。これ口の中よだれがいっぱい出る。トッピング。トッピング持ってきちゃった。トッピング持ってきちゃった。じゃあそれでは。食べていった。それとも一番早く、一番遅く食べた人。一番遅い人が罰ですわ。罰ゲームやってんだよ。これ以上なんだろう。行きますか。じゃあ皆さんに掛け声いただきましょう。用意スタート。お願いします。
せーの、よーい、スタート。いただきます。おいしそうだな。あ、おいしそう、おいしそう、おいしい、おいしい。あトッピング足りないんじゃないの。トッピング足りないんじゃないの。それ入れたら甘くなるかも。水水やばい、これ本当にやばい。どうしてこうなったんだろう。固まってる。今度飲まれてる、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 飲まれてる。衝撃と。今から、
私のとこ。いいよ。山田さん。おめでとうございます。たまたま映らせてただけやぞなあ、違う違う、助けて。いや、あれ、俺何なの。二人はじゃあ、ウソさん出演 OK ですか。いや、いいっすよ。 OK ですか。キヨさんはお兄さん。いや、弟夫なんだけど。OK ですか、して。よし、あ、一番山田さん頑張って。みんな山田さん頑張って。じゃあ今から5分間スケートタイムです。よーい、スタート。山田さん頑張って。山田さん、ちょっと待って、俺湯に行ってくれ。何
険性にいる川柳が世界で水に島唐辛子を入れるんですね。ちゃんと喋れよ。はい、ちゃんと喋れよ。あのね、うん、北海道はね、雪があるっていうのはすごいいいことだよ。本当にこういう時ね、いいと思った。俺初めて冬好きになったもん。ほんと、絶対雪、雪なんて食べることじゃないよ。さあ、ということで、いや、罰ゲーム、エマさん。うわ、匂い、あー、やばい。島唐辛子水を。やばいっす。ちょっと待って待って待って、恐ろしいこと言ってます。一気一気水入れんってやばいっすよ。え、やばいっすか、うん、え、ちょっと待って、やばいって、やばいって、お前もやばいみたいな、マジでやばいみたいな顔しないで、ちょっと本当に。じゃあそれやばいから、うん、ちょっと一口いきます。どうした、あれ、痛い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 。どうした？すごいマイケルジャクソンみたいな声。雪食べてる。さあ、ということで、週刊ラブリンゴ最後もですね。こんな最初でこんな感じになりましたけども。なりましたね。こんな汚く。皆さんのね、協力あっての週刊ラブリンゴで、最後は皆さんと楽しく週刊ラブリンゴで良かったなと思います。盛り上がってね、良かった、盛り上がってです、うん、ということで、まあ最後、はい、木下さん、何かありますか。そして告知がありまして、はい、来月の1月15日に、はい、あのラブリンゴトリオ最後の単独ライブが、はい、単独ライブあります。はい、ちなみにこれ単独ライブ来てくれるようにしてみますか。お、おかえり。エマさん、単独ライブもおねだりしちゃおう。雪を口に入れてないともう喋れないの。大丈夫さあ、来月の1月15日、来れるよっていう人。少ない。あれ、ちょっと待って、嘘でしょ。こんなに人がいて。こんなに人がいて、いないぞ。まあ一応ね、木下最後、トリオラストということで。はい、もう引退しちゃうんですよ、芸人。はい、もうこれで見えなくなっちゃうんで。ということで、はい、あの、本当にごめん、本当に今無理、本当に。何を当ててるの。冷気を口に入れないとダメなの。ということで、週刊ラブリンゴシーズン2でお会いしましょう。やんない、やんない。